どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。100万トンのバラバラストーリー13、晴れた日の大修復やっていきましょう。修復するだけでも嫌なやつにさらに親玉が現れたようよ。修復も早いから気をつけてねと。直されちゃうのって結構きついんすよね。やる気アタックとかで一気に切ったって途中真ん中あたりは直されちゃうんですよ、どうしても。んであ、そっか、そうですよね。前回ちょっと動かない戦艦を見つけたんで、そこでちょっと調査に行ったっていう感じですよね。とてつもない修復能力を持ってみたい。やつは自分の前だけじゃなくて自分の周り全部を修復しやがります。マジか。必ず倒し方ある。わかりました。全部ってちょっとやだな。戦艦オベル、はあ、なんか強そう、もう名前からして。親玉らしい親玉っていう見た目。あ、今でかいのが見えた。あ、いるね。うわ、雲かなんかかこれ。やだな、ちょっと。うわ、 SOS とかでもなんかいるじゃん、人。まずいな。行きましょう。巨大な修復ロボも気をつけて、了解。行きましょう。やってやるぜ。2分しかない。まずじゃあこっちへ、ほーいと。はい、こっちおいでーっと。今のうちに救出。あー、ポチタポチタが死んでしまった。あー、やっちまったー。落としとこう。1人でも1体でもいるとめんどくさいんで、ちょっとこれは、2人目を救出。矢崎、ここ切っとこうかな。こことりあえず真っ二つにしとこう、念のため。よいしょ。これがゼロ。あとやっぱり切れる時に切っておかないとどうなるか分かったもんじゃないんで。よっでだ、あ、危ない危ない危ない。まずここ助けよう、誰か。 SOS。 おい、余った。よいしょ。わたわたで持ってで一気にここから切っちゃいましょうか。危ねえ。うい、よいしょ。ここから穴につなげれば、よいしょー。2020、2205。いいね。結構大きく切ります。もう 50% ですよ。意外とでもなんかあんまりこのやつの視界に入れなければ問題なさそうですね。ガーッといっちゃいますよ。うおーっと、あ、下が落ちた。クソ、上だと思ってた。やっちまった。うわー、ごめんねー。今誰かちょっと捕虜というか、間違えて落としちゃった人いたな、何か。よっしゃ、あとちょっと。もう修復ロボ。あー、でもミサイルがいる。やだな。落としてましょう。でもよっしゃ、あと 3%。 よいしょ。おーっとー、あと 1% どうしようか。考えなかった。あとどうやって切るか。よっしゃい。どうだこの細長い切り方は。画面になんか入りきらない。あ、ギリギリ入ったね。なんでこんな切り方したんだろう。まあでも全然いけましたね。一人ちょっと救出失敗しましたが。やっぱり時々マップ見えてダメですね、いざという時は。小さい方が落ちていくので、やっぱりちょっと真っ二つになる時の危険ですよ。でもまあ、星4いただきました。オッケーオッケー。意外と星だったね。はい。ポチタもなくなって、ご愁傷様です。ごめんねっていうことで。さあ、次行きましょう。ストーリー14。大修復再び、またか。敵の反応がいっぱい。どこにいるか見極めて切って。硬い床も多い。硬い床直されるんじゃねえか、もしかして。それやだな。戦艦ドルド。硬い床は嫌だな。あ、直されんの。一回一回なんかこうやる気アタックか爆弾使わなきゃいけないんで、そうはないように気をつけましょう。まず自分がいるな。結構回復させるやつ。戦艦ドルド行きましょう。うい、修復ロボ気をつけて。まずじゃあこっち、はい、こっち直してってねー。はい、やってて。で、今のうちに、ここをカット。一気に。よいしょ。で、修復ロボまず1人。おお、1302トン。結構でかいですね。よいしょ。ここも切っておこうかな、一応。ガーッと。よいしょ。おっと、そっちが落ちた。あ、1人救出してこんでた。くそ。いやー、やばい。めっちゃ人死んでる。これまずいですね。よいしょ、ガーッと。うおべ、芋虫ロボがやばいな。ちょっと危ない。これ穴と穴つなげれば結構いけんじゃないですか、いいとこ。よいしょ。ほい。あと、そうだな、ここはこの細いところ切っておこう。危ね。ミサイルが怖いの、こなんの。あ、ここ待った。いい、全回復。これでかいでしょ。で、どこがつながってんだこれ。あ、ここだ。ここ一気にこうやってしまえば770トン。これ一気にどっかであ、待った。味方をまず救出しよう。よいしょ。危ねえ。どうしようかな。あと、ここら辺にいたよな。いたいた。SOS。よいしょ。危ないよ。恐ろしい。敵多いな。一気に真っ二つでいきますか、ちょっと。あ、でもまだいる？あ、一人いるわ、下の方に。くそー。全員救出はできるだけやりたいんだね、ちょっと。あ、待って、ここ切ったら落ちるかもしれん。やってみよう。ここを一気にぐわーっといって。よいしょ。あ、ダメか。まだどっか繋がってるんですね。ここも切っておこうかな。よいしょ。危ないな、もうミサイルがもう飛び回って。うっと。よし。じゃあ、どっから切りますか、一気に。一気に直線で切るか、ここ。あー、でもやだ、修復ロボいる。行ってみよう、でも。ファイヤー！うおー！どうだ？あ、しまった！くそ！穴に入っちゃった。まずい、これ。やばい、どっか修復される、このままだと。ちょっと待って。うわー！修復ロボがすげえ活躍してる。勘弁して。せっかくの大切断を。うわー！やだやだ。よいしょ、一応回復。まずい。あー、すげえ回復されてる。だからまずいな、これ。間違えちゃいましたね、ちょっと。やっぱり修復ロボがいる近くでやるもんじゃねえわ。えい、よいしょ。よっしゃ、いった !3000! 気持ちがいい。結果オーライ。あ、これは満タンになりましたね。よーし、ここも切っちゃえ、一気に。あー、しまったサクサしまった、拡散爆弾でやられてしまいましたね。まいったな。何型なんだろう。まあいい、ここ切ってしまえば。よっしゃー、気持ちがいい。 31% 残り。これ真っ二つにしちゃうか、一気に。やる気アタック発動。真横に行くぜ。落ちろ。よいしょ。 K1200 結構もらえた。あ、ここも危ねえ。よいしょとん。よっしゃー。あとちょっと何パー？ 11%。よし、やばい。ロボットがまだ結構いいの怖いな。だったらちょっとせっかくなんで行きましょう。ザ・ワールド、時を止まれ。ここで一気に行こうかな。ガーッと。いいね。時間止められて楽ですね、こういう時。残り 4%。ここ繋げておこう。穴を繋げて、ここで一気にバッと切っちゃえば。よーし、あとちょっと。うお、あ、待って、危ねえ。上、これ。よいしょと。戦艦ドルド撃破。よっしゃい。結構厄介でしたね。だから難しいんだな。一気にやっぱり大きく切るときは近くに修復ロボがいないっていうことをやっぱ確認しなきゃダメですね。結構大きく修復されちゃったんで、さっきは。いやー、痛い。うん。さあ帰って寝るか。ティトリ大変だ。アスリたちの調査中の戦艦が動き出したらしい。だから護衛路をつけろと言ったのに、避難命令も聞き入れない。なんて頑固なやつなんだよ。あ、そう。こっから間に合いますか？おお、そうだった。あいつら無理やりでも連れてこい。すぐに向かってくれ。おいよ。データをすぐに送ってくださいと。こっちは全速力。急いで助けに行こうよ。救出作戦でまさに。いや、何やってんだかね、ちょっと。ダメだよ。ということで、サクサと、知らない人がちょっと亡くなられてしまいました。さらば。いやー、俺やばいな。結構何人もやっちゃってるよ。さあ、そして次回はストーリー15。駆けつけた先は何があるんでしょうか。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければ Twitter の方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。